クルスケイは日本の美食家、レストランオーナー、茨城県出身。食べることが両親ともに好きな家庭に育ち、実家はガソリンスタンドを営んでいた。5歳くらいの頃に行ったレストランのデザートに感動して、以来、食に対して意識的に興味を持つようになった。10代の頃からは訪れたレストランの感想をメモに書き溜めるようになり、 食べに行った店の数はメモを取り始める前も含めて2004年時点で6000件に上っていた。ただし、実家はそれほど裕福ではないため、アルバイトもしていた。20歳の時新橋の宝くじ売り場で購入した宝くじ腹10枚が高額当選し、高級飲食店にも出入りできるようになった。関東学院大学を卒業して、実家の自営業を手伝っていた頃に、 友人が前室のメモを編集者に見せたところ本を出版する話が持ち上がり2004年12月に初めての著書美食の王様究極の167点主玉の180皿が出版されたこれをきっかけにして取材や執筆の仕事が入るようになり以後署名の美食の王様を職業名としてテレビ雑誌新聞等のメディアで グルメ表を行っている。通常のフードライターとは異なり、基本的に仕事として店に取材はせず、自分が行きたい店をプライベートで訪れて美味しいと思った料理について、後に自分が関わっている媒体で紹介するスタイルをとっている。家で食事をするときは食べる量を調整しているが、外で食べるときは退職になり、朝食、昼食、夕食などと食事回数を意識することなく、 パンやケーキなどの感触も含めて、ジャンルを問わず早朝から夜中まで食べ続けるという。このため、身長163センチメートル、体重47キログラムと、華奢な体格だが、多い時では1日で体重が10キログラムも変動するといい。2004年の著書出版時で6000件だった訪問店の数も、2007年時点で7000件以上、 2012年現在は1万件以上としている。2009年10月16日に若手シェフの育成を目的に自らが経営するレストラン、エキレをオープンさせた。2011年3月26日に松見聖子と結婚した。最近は食べ歩きは封印してレストラン経営に専念している。2019年11月30日テレビ朝日放送の 激レアさんを連れてきた。似て本人が大食いであることとともに、宝くじの逸話について、初めて告白した。クルス K が選ぶ本当にうまい餃子ベスト四。二千九年十一月一日放送の、ソロモン流で茨城県にある実家が紹介された。AB、編集長インタビュー。オールアバウト。二千十二年八月10日閲覧。AB、クルス K プロフィール。オールアバウト。 2012年8月10日閲覧。2011年6月4日放送のお願い。ランキングでラーメンを年間300杯食べると紹介された。ただし、ボーライターに、月きバシ、ジロ郎を一度も食べずに、日本一の寿司店を決定するのはどうか。と批判されたことも。ご挨拶、エキュアラーエキュレ。2012年8月10日閲覧。 クルス系オフィシャルブログ、ありがとうございます。